今回は私が最近使っているスタンドルーピを紹介します。アクセサリー作りのために以前に買ったのですが、最近は縫い目をほどくときなど細かい作業のときに使っています。このように電気もつくようになっていて、スタンド部分は収納できて、机などに挟んで使うこともできます。縫い目をほどく作業も ルーペを使うと見えやすくなります。こちらと全く同じものはもう売っていないのですが、楽天市場やアマゾンなどでスタンドルーペで検索すると同じ形のものが出てきます。だいたい3000円ぐらいです。